はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね動画なんですけれども、はい、久々にねパソコン企画でございます。でね、このねパソコン企画一体何をやるかっていう話なんですけれども、はい、皆さんねもう見慣れたこの横にある iMac、 はい、これをですね今回の動画をもってして、はい、いよいよ引退させます。おーマジかーっていうね、感じなんですけれども、見慣れた iMac がですね今日をもって最後になってしまうというですね感じなんですけども、でね、まあパソコンで言いますと、このね iMac がね今ねメインで使ってるマシンなんですが、実はね私、はい、こういったですね、はい、ノートパソコンで MacBook Pro もね持ってるわけでございます。でね、この MacBook Pro 今ね何に使ってるかっていうと、はい、マインクラフト専用機になっております。もったいない、本当にもったいない。でね、これね僕ね当時ねこれ買った時の値段が確かね日本円でね30万円ちょっとぐらいしたんですよ。で30万円ちょっともかけて、なんとねマインクラフト専用機で、たまにある YouTube ライブのねこのねために使ってるみたいな、そんな感じでね、あまりにもやっぱちょっともったいないんですよ。でなんでね今までこれをね、そうね iMac の代わりに使わなかったのかっていうとね、これ一つ問題があったんですよ。でその問題が、はい、このね横ここについてるねこのポート、あの拡張ポートっていうに言われてるやつなんですけども、このねパソコンからですね、まあ、いろんな周辺機器をねこうつなげるんですが、そのね周辺機器をですねこうつなげるポートが、これサンダーボルト3ポートっていうですね超高速な最新のテクノロジーのですねこうポートなんですけども、それしかついてないんですよ。でうちね山のようにですねこうね USB のねこう機械がいっぱいあって、これ使えないし繋げらんないじゃんみたいな感じで、でこのね iMac だとこのね裏面にいっぱいね拡張ポートがついてるんで、だからあやっぱねどうしてもそっちの方がね使い勝手がいいから、じゃあそっちにしようっていう風になっちゃってたんですね。でこのね MacBook Pro、はい、今回ねこれをねデスクトップ化しようっていうですね、そういったね壮大な計画なんですけども、果たしてそこまで壮大かない壮大じゃないよね多分ね。でね今回ねそのねデスクトップ化に向けて2つのですね、はい、ステップを考えました。でまず1つ目、はい、それがですねサンダーボルト3ドックっていうですね、このねノートパソコンの横にですねこうケーブルをつけて、1つね外付けの機械をねつなげるんですね。でその、ね、外付けの機械にはこうねデスクトップのねパソコンにあるような拡張ポートがねこういっぱいね乗っかってるようなね、そういったやつなんですね。でそれをねまずね手に入れることを第1弾、はい、で続いてね第2弾でございます。はい、ノートパソコンのねこう画面ってやっぱりねどうしてもやっぱちっちゃいんで、今ねこのね iMac とかねなんとね27インチなんですよ。だからそうするとですねやっぱりね大きいモニターをですねもう1台買わなきゃいけないなっていうことで、はい、そのね2段階をね、今回のね動画でねやっていきたいと思います。で、今回の、ね、第1弾なんですけれども、はい、このね MacBook Pro にですねサンダーボルト3ドックをつなげてみましょうっていうですね、そういったねことをやりたいと思います。はい、というわけでね、拍手を持ってお迎えください。いよいよ登場いたします、サンダーボルト3ドックプロでございます。じゃんじゃじゃーん、イエーイ来ましたよこれ。はい、今回なんですけれども、はい、あのねベルキン株式会社様からですね、はい、このねサンダーボルト3ドックプロをですね、まあ、ねご提供いただけましたので、今回の動画でね、ぜひ使っていきたいと思います。でねもうねこれがね私のね長年の夢だったですね、この MacBook Pro のデスクトップ化、それをですね実現させてくれてしまうというですね、そういった素晴らしいものなんですね。でね、これなんですけども、早速ね、中、はい、ちょっと開けてですね、その本体をですね、見ていきたいと思います。それではね開封いたしましょう。はい、ではね早速ね本体をちょっと見ていきましょうかね。こんな感じのねデザインなんですよ。おー、なかなかねこれアルミでできてるんで、すっごい高級感があるんですよね。はい、でねこの裏面を見るとですね、デスクトップパソコンについてるような、ポート類がですねこういっぱいついております。これね後でちょっと詳しく見ていきましょう。はい、でまず表面なんですけれども、はい、まずねここ、はい、これねイヤホンマイクをですね接続できる端子がついております。はい、で続いてですねこれ SD カードスロットですね。でここにですね、はい、USB Type C と Type A、 これのねコネクタがついております。でねこれね USB 3.2 Generation 2っていうですね、最大で 10Gbps っていうね超高速のですね、スピードに対応した、はい、ポートがね2つついております。はい、でね続いてねこれ裏面なんですけど、これねちょっとね見ていきましょうかね。はい、まずね一番この左側、はい、ここにですね4つ
はい、USB ポートがね4つ付いておりますね。でこれがね USB 3.2 ジェネレーション1っていうですね、最大で 5Gbps のスピードが出る、はい、ポートになっておりますね。で続いてですね、はい、1Gbps 対応のイーサーネットポート、有線 LAN ですね。でここにですね、はい、あるのがこれディスプレイポートっていうやつですね。はい、外部モニターにつなぐものでございます。はい、で USB-C がですね2つ付いてるんですけど、1つはこれね外部モニターだとか、あと他のですね周辺機器をつなげるようになっております。でここ、はい、このねもう1つのねこのねパソコンのマークが付いてるやつ、ここにはですね、はい、ここを使ってパソコンと接続するためのポートですね。はい、でねあとね、はい、AC アダプターを挿すところの電源ポートが付いてますね。はい、こんな感じなんですけど、なかなかねこのね質感はねすごくいいのと、あとねここね結構ね丸いんですよこれがねなんかね結構ねこの丸みがねいい感じのですね柔らかい感じをねなんか出してるようなねそういった感じがしますね。はい、でね今度はねこの裏面なんですけれども、はい、この裏面にはですねちゃんとねゴム足がついてますので、はい、ズレ防止、これにね非常に役立つっていうですね、そういった感じでございますね。はい、なかなかねいい感じのね高級感あふれる感じなんですけども、大きさなんですが、はい、これね iPhone 6s Plus なんですけれども、これとねほとんどね変わらないような感じですね。ちょっとね左右に1センチずつ多いので、横幅がですねだいたいこれ20センチぐらいある、そういったようなね感じの大きさなので、非常にねコンパクトになっておりますね。なかなかねコンパクトでいいっすよこれはい、というわけでね、サンダーボルト3ドッグプロのね外観とですね簡単なね説明をさせていただきました。でねやっぱりねこのね製品がね何がすごいかっていうと、一番すごいのはまずねこの2つ、はい、前面にある USB なんですけど、これがね 10Gbps の USB 3.2 ジェネレーション2っていうですね、ちょっと舌噛みそうな名前なんですけどそれにね対応してて、 USB Type A の中では最高速を誇るっていうものですね。でこれなんですけど、この裏面にあるんですねこうディスプレイポートでね、このディスプレイポートからはなんといってもですね 8K のモニターにですね接続することもできるっていうですね、こうすごいね優れものなんですけど、でもうちにはですね 8K のモニターなんかありませんじゃあいらねえじゃんとかって思うかもしれないんですけど、でもねちょっと聞いてほしいのが、あのねこれね4K のモニターで、あのね 4K って言っても 30Hz とかね 60Hz っていうですね、そのね60の方がね結構ね画面がぬるぬる動くんですけど、そのね 4K60Hz のモニターを2台もつなげることができるっていうですね、そういったね優れものらしいんですよやばいよね 4K2 台ってどういうこっちゃみたいな感じなんですけど、まあそういったね素晴らしいものでございます。でねこのね SD カードスロットもねなんかねすごい超高速らしいんで、今日ねちょっとその辺も含めてねいろいろね実験してみたいと思うんで、まあ楽しみにねしていただければと思います。はい、ではねいよいよねこのねサンダーボルト3ドッグプロ、実際にですね MacBook Pro につなげてですね、はい、いよいよデスクトップ化第1弾に、行きたいと思います。でね、うちなんですけど、あのねこう iMac の他にモニターが今1台あるんですけど、 HDMI でつなぐので、はい、これをね使ってですね、はい、ぜひねこうモニターもねちょっとつないでみたいと思います。それではいよいよ作業開始。はい、というわけでね、接続、非常に簡単でございました。もうね本当にねご覧いただいた通り、もうね線をねピッピッピッって刺してね出来上がりみたいな感じで、ね、非常にね、簡単な感じでございます。というわけでね、一体どんな感じでつながってるかっていうのをですね、全体をねちょっとねご覧いただきたいと思います。 MacBook Pro があります。でねこのね MacBook Pro のすぐ横にですね、はい、このねサンダーボルト3ケーブルがつながってるんですけども、このね線1本で、はい、このねサンダーボルト3ドックにですねつながっております。でそこからですね、はい、なんとですねもういきなり、はい、もう2画面になっております。はい、一応ねこんな感じでね、はい、つながってる感じですね。
はい、というようなね感じでねちょっとご覧いただいたんですけど、なんとね今ねこのねノートパソコンなんですが充電できております。というのもね、どういったことかっていうと、このねサンダーボルト3ドックプロからなんとねノートパソコンに充電までできてしまう。だからね線1本つなぐだけで周辺機器も使えれば充電までできてしまうっていうですね、なんともね超便利めっちゃスマートじゃんみたいな、本当にねパソコンから出るのはケーブル1本みたいなね感じなんですよね。だからね他にね AC アダプターとかねつなぐ必要がないっていうのはね結構ね大きいところだと思います。はい、でねここでなんですけども、このねサンダーボルト3ドックプロについてるですねフロントパネルの SD カードと USB 端子、これねどんな感じでね使えるのかっていうのをですね、ぜひねご覧いただきたいと思います。でねまずね SD カードなんですけど、やっぱりこういうやつですね、こういったカード、これはですね大体こうデジカメだったりだとかビデオカメラのデータをですねこうパソコンに取り込むときに使うんですけれども、これねはいどんな感じでねやるかねちょっとねご覧いただきたいと思います。これね早速 SD カードをね入れますよ。はい、こんな感じですね。でガチャッと入れると、はい、このパソコンにですねアイコンがピョコって出てきました。はい、来ましたね。はい、EOS デジタルというね来てるんですけども、一応ねこの中にですね、はい、まずデータをね入れておきました。でまずね 1.2GB、はい、で308枚のですねこう写真が入っております。はい、 1.2GB 308枚というとですね結構ねでっかい容量なんですけど、これをね早速なんですが、はい、パソコンに取り込んでみたいと思います。これね普通にねコピペでね取り込んでみましょうかね。はい、じゃあやってみましょう。はい、ではねこれをねドラッグ&ドロップします。はい、デスクトップにちょんとコピーしますよ。せーのドン。はい、ということで、はい、コピー開始したんですけれども、はい、ここ出ました。はい、1.2GB 308枚のデータがわずかですね、はい、5、4、3、2、1、0、はい、308枚の、ね、1.2GB の、はい、こうね、データを取り込むのにですねわずか15秒というですね超高速でございますねこれめっちゃ早いんだけどどうしよう。はい、ちゃんと取り込まれてますね。はい、コピーできました。わずか15秒ぐらいでねできたっていうですね、308枚っていうと結構ね枚数取ってると思うんですけど、はい、それでもですね非常に早くねパソコンに取り込むことができましたね。これはね結構ストレスフリーだねこれね iMac でやろうとした時に結構ねそのね何倍も時間がかかってたんですよ。マジやばいんだけど早い。はい、じゃあね続いてなんですけども、ちょっとハードディスク、ちょっとハードディスクねこれね、はい、これねちょっとつないでみますよ。はい、これはね今ね USB Type C のものになっているので、はい、同じところですね。はい、つないでいきます。ここですね。じゃ入れます。よいしょ。はい、挿しました。ではですね、アイコンが出てくるかな。あ、来ましたね、来ましたね。はい、アイコン出てきました。はい、でね、このハードディスクの中に一体何が入ってるかっていうと、はい、私の CD のデータが入っております。はい。というわけでね、なんかね、ちょっと大きそうなやつ、なんかね、コピーしてみようか。あ、これ、はい、私の CD のマスターデータが入ってますね。ここにはですね、はい、45個のファイルで、全部で 2.3GB っていうですね、結構大容量のな、ものが入っておりますので、これね、はい、パソコンにコピーするのにね、大体何秒ぐらいかかるかっていうのをですね、ちょっと見てみたいと思います。まあ、ハードディスクでね、結構データでかいからね、はい、まあ、それなりに時間かかるんじゃないかなと思いますけど、じゃあやってみましょう。はい、これをね、はい、コピペします。せーの、ドン。はい、そうするとコピーの準備が始まって、はい、もうすぐメーターが出てきますね。あ、来た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 。ちょっと待って。めっちゃ早いよ。2ギガのデータなのに、ものすごい勢いで進んできますね、これ。1分かかってない。お、もう終わった。いやいやいや、これね、あのちゃんとねセットアップしてやるとね、もう本当にねデスクトップも超強力なねデスクトップとしてねちょっと使えそうなね、なんかそんな感じがしますね。やばいね。はい、というわけでね、今回なんですけども、まずねサンダーボルト3ドック、これをねちょっとねご紹介いたしました。でね今ね MacBook Pro とあとねフル HD のですね、はい、サブモニターに、ね、1台つないでるんですけども、はい、次回なんとですねいよいよ 4K のモニターが登場いたします。はい、というわけでね、今度ねこの次回はですね 4K のモニターとフル HD のモニター、これをねなんとねデュアルモニターでね、構成してみようというですねそういったね動画になりますので、ぜひですね楽しみにしていただければと思います。はい、というわけでねこの企画まだまだ続きますので、どうぞチャンネル登録をしてですね楽しんで見ていただければと思います。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。